週明け13日の外国為替市場の円相場は下落を続け、一時1ドル102円台とおよそ4年7ヶ月ぶりの円安水準となりました。円相場は日本時間の13日朝、オセアニア市場で1ドル102円台前半に下落しましたが、その後は急速な円安への警戒感からドルを売って円を買う動きが優勢となりました。アメリカの景気拡大が続くという見方とですね、日本の異次元の金融緩和が続くという見方から、円安ドル高が進みました。しばらくこの流れが続くというふうに思われますので、緩やかなドル高円安が続くというふうにマーケット関係者見ている人が多いです。円安は自動車メーカーなど輸出企業の利益を押し上げる反面、日本が輸入に頼るエネルギーや食料品の値上がりで家計を圧迫しかねないことから、政府は国民の暮らしに配慮した政策が求められます。